さん一押し選手ってことなんですけど、後輩でもないんだよ。知らない。この方が一押し選手ということで。一押しではないけど。ちょ今ね太りすぎてちょっとやばいんで、本戦出たら絞ってくんだよ。誰かだって有名ですよ。怪我も出てるんですよ。あ、木村ひみくんと。あ、この前いじめられた人じゃないですか。いや、あれはちょっと気につきますマジで。ちょんかついたんすけどあれ。いや、もう一回やるんで。じゃあ俺だってボクシングルールで聞いてるからね、あれ。え、でも。あ、もうちょいで、まだ言わんといてくださいこれ。でもあれは YouTuber としては成功だったんですよね。あれってだって成功というか。めっちゃバズった動画じゃないですか。細川さんはきつかったけど。いや、俺あれほんまネガスの話は大きいぐらいだから。あれガチですか。ガチガチ。木村さんって性格悪い感じの方なの。いや、知らない。俺は試合終わった後はめっちゃいい人だぞ。大丈夫だから。そのかっこいい。喋んな。下は下。下はパイパンス。どうなんですか。汚いな、本当に。いや、マジやめてやめて。バレされちゃう。チャンネルがこのかっこで来てくれって言われたらしいよ。そうなんですよ。俺なんですか、アピール動画これでやったんで、まあ、バールカップつけてましたけど、これで来てって言われた。いやでも細川さん緊張してるね。いや、受かりそうっすね。僕ね、めちゃくちゃ緊張してるんですよ今。こういうメディアね、2年ぶりぐらいなんでちょっと緊張してます。正体なんてやん、後ろやん。いつもの正体です。正体スペルやん。この方は強いんですか。いや、実績ある。いや、弱いですよ。え、誰狙いとかあるんですか。いや、俺やりたいんで、伊田さん狙ったんすよ。無理やって。無理やって、これ。もう大変やし。まあ、そのね、本戦まで俺は作っていくんで、それは。でも、全盛期だったら飯田さんとも。無理無理。あ、全盛期でも無理な。勝てない。じゃあ。でも、スパリングやったんですよ、全盛期の違いなんか。誰ですか。やったよ、スパリング。ちょっとだけ武藤来とって。ああ、そうですね。え、じゃあ、細川さん的には誰とやったら楽しくなりそうですか。ワンドラゴンがいいじゃん。はい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 。モハンドラゴンね。でもモハンドラゴンね、 K1 の時に僕が K1 デビュー戦、 K1 っていうかクラッシュ K1 グループデビュー戦の時に結構振り回したんですよ。じゃあブンブンな感じでモハンドラゴンとブンブン丸みたいみたいなコメントが結構あったんですよ。それもありかなって。モハンさんいないっすよね今回。ひな壇いないんじゃないですか。いないっすよ多分今日。同じグループで写真にあったっす。あ、あったっすか。まあ、同じグループでグループでいればありですけどね。スパーリンググループだとちょっと決まりにくいっすよ、ね。あ、まあ、じゃあとりあえず、僕しばかれると思った今。急にやるかしばかれる。俺細川さん、ミドル級っすか。僕ウェルターっす。ウェルター、はい、今俺より全体で今はミドルぐらいあると思うんですけど。胸毛肉とかいいんじゃないですか。あ、それね、ちょっと僕狙ったんですよ。うん、僕ね、めっちゃハゲてるんですけど、これ水かぶったらすごいんですよ。だから水かぶってカッパみたいな感じで、そうそうそう、まあ、落ち武者みたいな。ほんでお前のその捨ててる胸毛俺の頭に植えてるようにしたのかなと。ストーリー、うん、ストーリーストーリーストーリーできてるんで。それだから僕ね、今日水筒持ってきたんですよ、水入れるんで。勝ったらそらしちゃうけどね。お前植えてみろっつって言ったのかな。行ったのかな。それ下も脱ぐですか今回オーディション。あ、下はあれです、ファールカップつけるんで。わかりました、頑張ってください。お願いしまっちゅう。今はマッチョじゃないけどね。